まずメインは商社だとは思います。めっちゃ業績基本的にいいですし、そこに気づいたのがバフェットさんだった。パカラッパカラ、皆さんこんにちは。まちゃんこと経済アナリスト馬淵真理子です。このチャンネルでは金融に関わる情報や株式投資のトレンド、皆様からのご質問にお答えします。馬淵さん、はい、バフェットさんが日本株に興味を示してるみたいな、前からねお示しいただいてますけれども、はい、また再度お示しいただきまして、すごく盛り上がってます。買い足ししました、また。あ、そうなんですね。うん、あの商社大好きじゃないですか、バフェットさんね、はい、追加でまた投資すると。で、大体そうですね、あの保有比率 5% ぐらいだったものを、日本の5大商社を 7.4% まで高めるから、また追加で投資してということで、すごくまあ、あの日本の商社に関しては良い評価をしているし、うん、ということで、すごく株式市場でも堅調ですね。なんかそこでバフェットさんが言ってたのが、あの金融不安は開口期みたいなこと言ってたんですけど、開口期、はい、もう買い場的なチャンスだから、なんか日本企業まあちょっと常に考えてるよみたいな話で、こう大商社の話も出てきたと思うんですけど、うんうん、そうね、捉えていいんですかね。そうです、そうです。だからちょうどまあ株価もこう調整したタイミングって買いやすいですし、商社に限ってらずですね、日本全体が結構割安感強いって前から言われてるじゃないですか。なんで、まあ日本自体に、だから訪日してくれてるので、今回4月11日にですね、はい、訪日したんですよね、日本にね。なんでかなりこう日本への注目度って高いんだと思います。これ嬉しい、嬉しいですよね、うん、これはまた商社を見に来た感じなんですかね。そうですね、日本株、うん、まずメインは商社だとは思います。商社をはじめとする日本株に積極投資、さあどこが選ばれるんだっていう。これ商社は商社でもよく言う、あの五大商社のところなんですか。そう、五大商社を全部均等にあの入れてます。三菱商事、三井物産、伊藤忠、丸紅、そうです、三菱商事、そうです。結構前に商社いいよね話もあったと思うんですけど、うんうん、なんで日本の商社ってそもそもそんないいんですか。そんなバフェットが言うくらい。だから確かに商社って本当にカップラーメンから軍事ぐらいまでこうめっちゃやってることは広いのよ。分かりづらいってずっと言われてて、日本独特のまあビジネスでもあったりするので、バフェットさんが注目するまではよく分からない、何をやっているのか分からない会社だっていうのは、まあ以前もお話ししたと思うんですけど、はい、のまあたくさん本当にやっているので分からないっていうところで、あんまりこう皆さんがこう積極的に投資するような業態ではなかったんですよ。だけどまあ業績見ていただいたら、めっちゃ業績基本的にいいですし、どこも強いので、これだけの企業がまあほったらかしにされていたってことは確かにもったいないことだし、そこに気づいたのがバフェットさんだったっていうところで、そうか、バフェットさんが言うんだったらっていう、こう、日本人らしい、一緒にこう乗っかるみたいな向きがあるということです、今も。単純に相場、まあ、なんか世界のベースで見たら、普通に割安じゃんみたいな。あ、そうそう、だからしっかり売り上げも伸びて利益も出しているのに関わらず、割安感がかなり強くって、株式市場ではまあ放置、ほったらかしだったんですよ。で、そこに目をつけたというところです。だから、日本株全般が今、割安感が強いから、まあ、PBR の話あるじゃないですか。はい、PBR 一倍割れの話とかあって、うん、それにも注目だっていう話があるかと思いますけど、そこと結構、まあ、一緒にリンクして今、私自身もいろんなところで話してますし、日本株全体が安いよっていうのをこうアピールするために、いいなと思って一生懸命言ってるんだけど、バフェットさんが言ってるこの割安と、多分、東証が今、是正しなさい、PBR 一倍割れの企業なんとかしなさいって言っている企業が、全くイコールかというと、実はそれは多分、ちょっと違うと思う。だから本当にこう稼ぐ力があってっていう、めちゃめちゃ体力がある商社と、その東証が、直しなさいって言っている PBR 一倍割れの企業で、そこまで稼ぐ力が強くない企業の中にあるので、こう全部一概にバフェットさんが日本株いいって言ってるわけじゃないんだけど、うん、でもいいじゃない、雰囲気としてさ、うん、こう日本株がまあバフェットさんから注目されていて、割安の企業が多いんだよっていうメッセージが世界に伝わるのであれば、うん、いいことかなと思ってます。そうですね、うん、なんかちなみにその五大商社とかそれ以外でもいいんですけど、うん、なんかこれ面白い企業だよなみたいなのってあったりします、うん、今だったら、はい、私は商社の中で前から言ってる通り、はい、伊藤忠です。あ、うん、伊藤忠があの面白くて好きです、はい、伊藤忠はやっぱりもちろん商社としても強いんですけど、他の商社に比べて資源の割合がめちゃめちゃ低いんですよ。
他の商社さんは資源をすごく扱ってたりするので、はい、エネルギーとか資源とか扱ってるんですけど、伊藤忠に関しては非資源の分野はすごく力を入れています。だからこのアパレルとか医療品とかそういったものをすごく手掛けていて、その割合が強いので、まあ不参加にファミリーマートももちろんありますし、資源もちろん今いいよ、あの価格上がってるからいいんだけども、うん、ボラ高いじゃないですか、うん、だからそのそこにそもそもまああんまりこう強くなかった伊藤忠に関してはもうそうじゃなくて、振り切って非資源のところで生計を立てるっていうふうになった時に、資源分野って CO2 いっぱい出したりとか、環境の観点からちょっとこう向かい風なのよ。いずれ撤退しなさいよっていうかさ、やってること自体がちょっと今の大きな流れとしては環境を意識した時に少しネガティブな分野でももちろんあるわけじゃないですか。私たちはお世話になってますけど、はい、でも伊藤忠はそこがあんまりないので、うんうん、結構成長ストーリーも描きやすいし、非資源が強みだっていうところで他の商社とは全然違う強みがあるのが伊藤忠なんで、私はいいなと思って見てます。うん、そういえばなんか僕知人に伊藤忠の方がいて、あ本当、海外のあれだったとは思うんですけど、支社とかで、うん、なんかオーガニックの食品、あ食品ね、そう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 、扱ってるみたいな流通とか、うん、そうそうそう、あそんなことやるんだみたいな感じで聞いてましたけど、うん、なんかそんな感じでいろんなこと手掛けてる、ね、あそう幅は多分もうどこも広いんですけども、うん、その中でもそう資源以外が強いとか、あと総合商社全般的に大会系のイメージありますよね。はい、多分ね、はいはいはい、ありますね。なんですけど伊藤忠は女性の出産率とか出産した後のこう帰ってくる率とかがめっちゃ高いので、女性の方が子供を産みながらでも働きやすい環境づくりっていうのをずっと前からやっているんですよ。夜型にならずに朝型出社を皆さんに促して、朝早く来た方々にはもうなんかおにぎりとかさ、うん、無料で置いてあって、うん、それみんな取って食べれるとかさ、すごく社員をとっても大事にしていて、特にその女性活躍の文脈は商社は本当体育会のイメージだから厳しそうなイメージあるじゃない、はい、でも子供産んで働けるんだっていうのはこれテレビでもかなり報道されてるけど、伊藤忠のこのここの部分に関してはすごいんですよ。まさしくもうその知人が女性で、ああそうなんだ、バリバリに、えバリバリにキャリアつんで、うん、めっちゃ活躍されてる方です、ね、あそうなんだ。話聞くとすごい、もうめっちゃなんかそんな素敵な職場なんだ、うん、みたいな感じで聞いた覚えはありました。そうだから女性活躍にすごく力を入れていて、はい、それが数字でも表れてきているから、いろんなところから実は注目されていて、非資源もすごく注目だし、その会社としての取り組み自体も注目っていうところで、結構カラーが全面的に出てきているので、うーん面白いなと思って見てます。面白いですね。そうなんだ、はい、その知り合い、すごいね。で商社でもいろいろ色とかあって、うんうん、どういう業種が今力があってとか、うん、力をかけててとか、そうね、そういうちょっと見て、うん、なんかじゃあどこに行こうかな、まあバフェットさんの動きも見てですけどとか見ていくと面白いかもしれないですね。そうね、まあしばらく堅調だと思うので、うん、こうあんまりこうね飛び上がってるところは絶対行かないように、うん、まあいずれなんかこう金融危機の時もさ、やっぱちょっと下がってたりするから、はいはいはい、一時的にそういう時だよね、こういうものって、うん、みんながこう下がってる時一緒に絶対下がるんで、そのタイミングをまあ待った方がいいとは思いますけどね。これちなみになんですけど、めっちゃ話変わるんですけど、はい、バフェットさんがあの日本の商社にちょっと興味持ち出したというか日本株に興味持ち出したっていう話で、うん、なんかふと思い出したんですけど、前あの東証のあの要請とかで KPBR の株が、うんうん、これから多分注目集まるよっていう話あったじゃないですか、はいはい、そういう流れですかこれは。ちょっとだけ文脈被ってるけどちょっと違うかもしれないって感じ。東証は東証で、はい、やっぱ日本に割安な株企業が多すぎるじゃないですか。その中にはいい企業で埋もれてる企業 もちろんある、はいはい、だけど本当に稼げてない企業も中にあったり、例えばビジネスモデルの転換とか構造転換とかしないといけない企業も中にあったりする、うん、でも全部含めてとりあえず皆さんちょっとそれぞれ、PBR を1倍以上になるように何かしらの対策頑張ってくださいっていうのを当初して言ってるんですよ。でバフェットさんが言ってる割安感っていうのは、はい、まさに商社のようにこんなに利益出てこんなに儲かってるのにみんな無視かいみたいな、こっちのこうたくさんいるところとここのお話ちょっとずれてます。だけどこの中に次なる勝者みたいなものが
ある可能性はあるね。なるほど。なんで、バフェットさんの先ほど、商社株含む日本株に投資なんで、この中に次なる商社みたいな盛り上がりが出てくる業界があるかもしれない。その中で全部じゃない。だけど、一応まあ今世界全般的には PBR が低めのところを投資対象として選ぼうっていう流れはもうめちゃくちゃ大きな流れなんで、低めでかつ改革をして高めていこうとしている企業に投資しようっていうのが大きな流れなんですよ。なるほど。なんで、同じようなこう流れ感である、でも本質ちょっとだけずれてるというか、バフェットさんと投資の話は。じゃあ基本的には日本株はバーゲンセールで。あ、そう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 、そう。うん。まあその中で、まあ低 PBR っていうのに投資とかでも出てきてるし、その割安っていうところにフォーカスして、うん、次の商社とか、そう。なんか注目が集まるところに、今目をつけておくっていうのはトレンドみたいな。めちゃくちゃトレンドです。なるほど。これちょっとあれですね。低 PBR 熱いっすね。あ、めちゃくちゃ熱いですよ、これもう。前もめっちゃコーナー作りましたよね。PBR の解説、はい、式作って、ROI との違いみたいな。覚えてる？忘れちゃった。もう一回見直してください。一回でちょっとね。そうね、多分難しかったね。確かに。いや、でもあれコメント欄でもすごい視聴者さんから。勉強になったって。うん。噛み砕いてくれた、うん、ありがとうございます、みたいな。あれがでも本質よ、今やってる。またやってもいいかね。もう一回式をね。うん。メーカルの話もしつつ。あ、メーカルもね。視聴者さんにはまた。あの前の動画を見てもらいつつ、ちょっとどんな銘柄が来るのかとかいう話も聞きたいですね、ぜひ。うん、わかりました。はい。勉強になりました。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ここまでご覧いただきました皆様ありがとうございます。今回の動画がいいなと思っていただけた方は、ぜひいいねボタンと通知ボタンとチャンネル登録までどうぞよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。